吉野さんこんにちは。確かに私は運に恵まれてます。でも運がないとも言えます。運がないからこそ自然妊娠ができなくって、まあ、そしてね、運がいいからこそこの人工授精ってところにたどり着いて、運がいいからこそいろんなサポートがあってお金があったというところがありますからね、まあ、だから運はいいものと悪いものとこう混ぜこぜなんですけども、その運を引き寄せないといけないところもあるんですよ。でもう一回私言いますけども、私は運が悪かったので、まあ不妊治療っていうことになりましたけども、でもそこから手繰り寄せたんですよ。お金、時間、意思、そして決断、こういったものによって私はね、不妊治療成功して今1歳半の息子が生まれております。10年前に考えられなかったことですね。10年前は私は借金が3000万以上あって、麻雀店をやっていて、毎日タバコの煙にまみれてたわけですよね。タバコの煙に まみれて副流煙で暮らしてたんですよ。でそこから店を辞めないと恋愛や結婚ってのは絶対できないなと思ったんで、もう店を放棄するっていうね、決断をしました。あ、そして収入源を新たに確保する。まあ麻雀店はね、収入源になってなかったですけども、どちらかというと支出源でしたけどもねまあですんでね、どうやって稼いでいこうかなっていうところで、まあ、インターネットを使った情報発信ビジネスにたどり着いたわけなんですけども、今こうやって YouTube をやってるってことですよ。8年前とは何も変わらないですよ。私は YouTube で発信することによって多くの人と知り合って、多くの人に商品提供して、多くの人からお金を受け取った、この形変わらないですからね。まあ話す内容が変わってるだけなんですよ、うん、だからもしね、吉田さんが言うように自分は運がいいなと感じれる受信力があれば、私についてきてもらいたいと思いますよね。まあ、吉田さんのドリームアカデミアもありますしね。なんで運がいいかっていうと、私はね、誰にもできない経験を誰もができるようなところからスタートして、それを達成してるわけなんですよ、ね、それで私は一つのね、プレゼント、ね、おこがましいことながら言いますけども、私はね、視聴者さんのプレゼントとして誰にでも分かるような形で私の豊かさっていうのを示してます。それがまず一つ目、家を一括で買ったってことです。でも家を一括で買ってもその後ね、借金の返済とかローンが残ってちゃ意味がないんですよね。で家を一括で買ったよって言っても言うだけだったら分からないじゃないですか。だから私は家を買った翌年には家のね、改装をしてるんですよ。どんな改装かっていうと、まずはね、外壁塗装です。これ200万ほどかかってます。それから細々としたところ100万ほどかけて直してます。まあこういったところでもう家を買った次の年には300万支出してるわけなんですよ、ね、これ家の外装を変えるっていうのがどのぐらいのお金かかるか、もうね、やった方なら分かると思いますし、検索しても値段とかすぐ分かると思いますよ。それから車を買いましたね。ナイト2000です。これ1000万ぐらいするわけですよ、うん、これをまた買ってるわけなんですよ。で同時にですよ、ベルファイア人気ですよね。この車も買いました。中古といえどもこれ150万して、手数料もろもろ込みでね、200万ぐらいしてるんですよ。ベルファイアね、買ってるでしょ。で軽自動車も買いましたよね。まあこれは軽自動車新車なんで170万くらいでした。最近は高いですね、軽自動車も新車は、うん、そしてですね、最近はまたセルシオも買ってますよね。だから分かりやすい形でお金をどん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 使っていると。で2018年から2019年にかけては47都道府県全国オフ会っていうのをやってるわけなんですよ。そう、皆さんのところに顔を晒しに行ったんですよね。もうどう考えても私は通常の勤務ではありえない、通常のお金の稼ぎ方ではやってないことをお見せしてるんですよ。でもこんな私でも麻雀店でクロームブック買って、やったスタートしたぞってニヤニヤしてる、まさに人間でした。吉谷さんにもね、笑われてましたよ。で逆に私も吉谷さんのこと笑ってましたよ。お、こいつ字も書けねえよ、暗算もできないよ。いやでもね、今はね、笑えないですね。吉谷さんね、そういうふうな手元に武器が、通常皆さんが持ってるような武器がない状態でここまでやってきてるわけですよ。だからね、勉強ができないとかね、スポーツができないとかあんまり関係ないんですよ、ビジネスっていうのは。だってビジネスの勉強とかお金の勉強って学校でしてないでしょ。ってことは学校のレースで負けたところで、部活のレースで負けたところで、新しいビジネスっていうフィールドでは全く関係ないんですよ、ね、ビジネスっていうフィールドでは自分がお客様としっかりとつながってね、信頼関係をもとに商品を買っていただければ終わりですからね。そこには国語算数理科社から出てこないんですよ、ね、漢字が書けないからといって商品が売れないわけではありません、ね、字が汚いからといって商品が売れないわけではありません。もちろんね、売れやすいか売れにくいかって面はありますけども、でもちゃんとそこら辺をね、利用してビジネスを成り立たせてるわけですよ。そして YouTube というプラットフォームでは最も自分のことが伝わりやすいです。それこそね、通常のお仕事以上に記録も残るわけですしね、うん、私はね、だからこの YouTube っていう世界で
アクセスは少ないながらたくさんの流通を起こしている、金銭のやり取りをしてサービスや情報の提供を成功させている吉谷さんはやっぱりすごいなと思いますよ。同時に私もすごいと思いますけどね。あんなうだつながらないところからやっぱりね、10年も経たずにこういうふうにやってきてるわけですから。で、私のネットビジネスの勝負っていうのは最初の3年で終わってます。最初の3年で1億円の売り上げを突破した時からもう私はこの世界で人生の全部を買い取ったっていうふうに思いましたね。で、これからはその麻雀店の赤字経営、これをしていたね、私みたいな人間が麻雀以外の世界で一等中の存在になれたってことをもっともっとお知らせしていてですね、これから私と知り合える方にまた運をね、ばらまいていきたいと思うんですよね。失礼しました。だからね、運を受け止められるかどうかっていうのはやっぱりね、運を体に浴びた後は手繰り寄せないといけないんですよ。で、私は一番最初の話に戻ってね、まとめに入りますけども、自分の体がね、不妊っていうものに行き渡った時に、運が悪かったなと、自分の一番調子のいい時に今の奥さんと知り合えなかった、運が悪いなっていうところがありましたけども、逆にあれ運がいいぞと思ったんですよ。今は医療設備が整ってテクノロジーが進化していって、3年前5年前だったら多分諦めるしかなかったことが、今ではねチャレンジすることができるんですよ。そしてチャレンジするためには自分の決断も必要ですけども、お金と時間も必要です。お金と時間は揃ってるんですよ。あとは私の意思だけだったんで534出したってことですよね。運が良かったですね。意思はあってもお金も時間もないってことになるとできないわけですから、やっぱり運が良かったと思います。全てのものが整っていて、特にローンを払ってるわけではないですしね、毎日仕事に行かないといけないわけでもない、毎日たくさんの時間が溢れていて、全ては自分の決断だけでね、右に行くも左に行くも決めていけるってところで、私はね、運がいいなと思ってます。その運を皆さんにも受け取っていただきたいですし、その運を確実なものにするために学んでいって、そしてビジネスにトライしてもらいたいなと思っております。それでは、いってらっしゃい。